第19課今本屋さんにいます早速今回のスキットをお聞きください「あら!」「ティ магазине フ чём эта книга? ア японской литературе 5区を確認しましょう」最初はアロー「アロー」「アロー」「関東誌で」 もしもしの意味です。次は、クニージナム、クニージナム。辞書に載っている形は、クニージ н クニージニです。形容詞で、本のという意味です。三つ目、マガジニャ、マガジニャ。辞書に載っている形は、マガジン、マガジンです。男性名詞で、店です。四つ目は、お <お>前置詞で〜何々についてという意味です。後ろの名詞が全知覚という形であることを要求します。五つ目。リテラトゥ辞書に載っている形は女性名詞で文学です。続いて会話文の和訳を確認しましょう。アローティ ももしもし、どこにいる今本本本本本屋さんにににいいいますこのののは <music> は、何つつてて日文学だよでスキットをもう一度聞いてみましょう。今度は極力発音のイメージを見ないようにして聞いてみてください「в книжном магазине. アユポンスケ・ま、リテラトゥリキーポイント1形容詞の単数全地格形形容詞が就職する名詞の正と数に合わせて形を変えることはすでに学習しました形容詞は名詞が格変化した形になった場合にもそれに合わせて変化します 単数全知格系では、男性名詞と中性名詞を修飾する形容詞が同じオムという語尾を取り、女性名詞を修飾する形容詞はまた別の o イという語尾を取ります。また、難変化である場合、高変化とは語尾が異なり、オムの代わりにイエム、オイの代わりにイエイとなります。語句の例で確認しましょう。 大きいという形容詞と劇場という名詞が合わさったボリショイ劇場はロシア語でバルショイティアートルバルショイティアートルと言いますこの場合劇場ティアートルは男性名詞ですのでそれを修飾している形容詞バルショイも男性形となっていましたこのボリショイ劇場を V プラス全知覚形にしてボリショイ劇場で という場所の表現にすると,とす、となります。劇場、ティアトルが全地格形で、ティアトリルとなりますが、それを就職する形容詞、バリショーよも語尾が変わって、バリショームとなっていました。次に、小さいという意味の形容詞と、 通りという名詞が合わさった「小さな通り」はロシア語でと言いますここでは通り「ウリッツァ」が女性名詞ですのでそれを修飾している「小さい」という形容詞「マーリンキー」も「マーリンカヤ」と形を変えていましたこの「小さな通り」を「ナプラス全地角形」にして「小さな通り」で「 という場所の表現にすると、ナマリンカイウーリツ、ナマリンカイウーリツとなります。通りウーリッツァが全知覚形でウーリッツェとなりますが、それを修飾する形容詞マーリンカやも語尾が変わってマーリンカイとなっていました。ナマリンカイウリツ、ナマリンカイウリツ では練習です。形容詞プラス名詞をどこどこでという場所の表現にしてみましょう。1番、旧アルバート通りという有名な通りがモスクワにあります。古いという形容詞と固有名詞を結びつけて、スタリ r y a r b a t s t ー r ー a r b と言います。この表現をなプラス全置格形にして、旧アルバート通りで という場所の表現にしてみましょう。アルバートは男性名詞ですよ。どうなるでしょうか正解はこのようになります。アルバートが全知格形でアルバーチェとなっていましたが形容詞もそれに合わせてスターラムとなっていましたね。もう一度聞いてみましょう。 ナスタラム・アルバチェ。スタラムアルバ 2>, 2番、明るい部屋という表現はロシア語で、と言います。この表現を、v、ヴープラス全地覚形にして、明るい部屋でという場所の表現にしてみましょう。コームナタは女性名詞です。どうなるでしょうか正解は、 ストライ・コムナチェ。ストライ・コムナチェ。このようになります。コームナタが全知覚形で、コームナチェとなっていましたが、形容詞もそれに合わせて、スヴェトライとなっていましたね。フトライ・コムナチェ。ストライ・コムナチェ。3番に移ります。後方の座席という表現はロシア語で、ザデニエ・ミエスタ。ザデニエ・ミエスタ。 と言いますこの表現を「ナプラス全地殻形にして「後方の座席で」という場所の表現にしてみましょう「ミエスタ」は中性名詞で形容詞「ザードニー」は中性形が「ザードニーへ」となっていることからも分かる通り何変化形容詞ですでは後方の座席ではどうなるでしょうか正解は「なぜだにムミエステ このようになります「ミエスタ」が全知格系で「ミエスチエ」となっていましたが形容詞もそれに合わせて「ザードニエム」となっていましたねキーポイント2「何々について」という意味の全置詞「を 結びつく名詞が全近くであることを要求する全知詞には、場所を表す、うとなの他に、をがあります。全知詞をは、〜何々についてという意味で広く用いられます。ごくの例で確認しましょう。ホテルという単語は、ガシチーニッツァ、ガシチーニッツァと言います。ホテルについてという表現は、全知詞をつけて、 ガスティニッツァを全知覚形にしますから、アガスティニッツ、アガスティニッツとなります。形容詞プラス名詞の例も確認しましょう。終わりのという形容詞と、駅という名詞を結びつけた終点の駅は、カニチネスタンツ、カニチネスタンツと言います。終点の駅についてという表現にするには、 前置詞をつけて、カゲチュスタンツヤを全知覚系にしますから、アカニチュスタンツイ、アカニチュスタンツイとなります。スタンツヤが全知覚系でスタンツイになっていましたが、形容詞もそれに合わせてカゲチなナと女性の全知覚系になっていましたね。アカニチュスタンツイ、アカニチュスタンツイ また、何という意味の疑問詞、主等も格変化をします。全知覚系では、チョンという形になるため、何についてという表現は、あチョンとなります。では練習です。何についての何々かという質問に対して答えてみましょう。1番。 この記事は何についてのものですかという質問に、コンサートについてです、と答えます。記事は、スタチア、スタチア。で、コンサートは、カンセルト、カンセルト。トです。このカンセルトをオプラス全知覚形にして答えます。正解は、アカンセルト。 このようになります。2番、この雑誌は何についてのものですかという質問に、ロシア文化についてです。と答えます。雑誌は、ジョーナー。ジョーナー。で、ロシア文化は、ロスカヤ・クルトゥーラ。ロスカヤ・クルトゥーラ。です。この、ルスカヤ・クルトゥーラをオプラス全知格系にして答えます。 正解はこのようになります。「クルトゥーラ」が全知覚形で「クルトゥーリエ」になっていましたがそれに合わせて就職する形容詞「ルスカヤ」も語尾を変えて「ルスカイ」となっていました「アロスカイ・クルトゥーリエ」 3番へ移ります。この番組は何についてのものですかという質問に、国会についてです。と答えます。番組は、ピリダッチャ、ピリダッチャで、国会は、チョルナエモリエ、チョルナエモリエです。このチョルナエモーリエを、をプラス全地覚形にして答えます。あまピリダッチャ。 正解は、アチョルナンモレ、アチョルナンモレ。このようになります。モーリエは全知覚形でもモーリエとなり形が変わりませんが、それを修飾する形容詞、チョルナイエは語尾を変えてチョルナンとなっていました。アチョルナンモレ、アチョルナンモレ。 キーポイント3、電話の会話、もしもしという表現。電話をかけるときや受けるときのもしもしに該当する表現は、アローを用います。発音はアローという人とありようという人がいます。名乗る際や相手方を確認する際には指示代名詞エータを用いるのが普通です。例で確認しましょう。もしもしサーシャーとかかってきた電話に対して、 ああ、僕だよと答える会話を聞いてみましょう。アロ、エタ・サシャだ、エタや。最初の発言がサーシャかどうかを確認しているわけですが、ティ・サーシャとは聞かず、エタ・サーシャと聞いていましたね。例をもう一つ確認します。もしもし、ニーナだけど今大丈夫という表現を聞いてみましょう。アロ、エタ・ニーナ この表現でも自分がニーナだと名乗るときに、イヤニーナではなく、エタニーナと言っていました。今大丈夫という表現も合わせて覚えたいですね。それでは最後にスキットを聞きながら、後に続けて発音してみましょう。アロテグジヤ。 О японской литературе.